ということで来ましたよ、第2回基礎 KOF じゃなくてなんだっけ、天才からの元気が出る KOF ですね。第2種目2003の時間となってまいりました、実況は私ね、綾野剛が務めたいと思いますけどもさあ、じゃあ一大進行なんでね、ババッとやっていきましょう。あ、カナさんなんか言う？大丈夫？なんかやる？デモンストレーションとかいらない？このゲームに対する熱い思いとか言う？あ、このゲームのいいところを紹介してくれるということで、大丈夫かな？はい、はい、どうぞ。やっぱいいとこないっすね。やっぱないっす。その理由をもってしても、だってつまんねえもん。2003はなんか過去50年を見てもなんか稀に見る当たり年とかそういうあれじゃないの？いつも通りの、あれないの？まあ面白いってことにしときますからね。面白いからね、まあ、好きな人もいるかもしれないからね。かから、また事前情報ではなんか安藤さんが投撃発射とか諸々の実力者を誘ったんですけど、みんながいやいいよって来なかったっていう噂があるっていう優勝者に見せられたという噂がありますけど、あのもう一人投撃通過者呼んだんですけど、はいはいはい、いやそんな数十年前のゲームより俺今ウルフォーなんだよって言われて、ウルフォー、はい、ウルフォーなんだこの野郎っつってなんかどっかの予選行っちゃったんですよ。あ、なるほどね、じゃあしょうがない、じゃあしょうがない、いいやもうウルフォーなんだ、ファイブじゃないの、東進祭って大会の、あ、聞いたことある、予選やってるらしくて、はいはい、この時間まで来てないってことはしぶとくまだ勝ってると思うんですよね。あー、なるほどね、まあそっちの方がいいよ、そっち行ってた方がいいよ、こんなのやってもしょうがないよ。ファミリートントン、お前の選択が正しかった、あとはパシリの俺に任せとけ。もうね、こんなのに出るのは何人いるの、これもう21人、もうバカしかいません、バカ絶戦だよ俺。よし、じゃあやっていくか、ね、ありがとうございましたかなさんね。じゃあ行きましょうか、ゼロ回戦、弓道対微分行きましょう。はい、あ、ありがとうございます、拍手ありがとうございます。はい、じゃあゼロ回戦弓道微分行きましょう。じゃあ第2種目、なんだっけ、2003大会始めたいと思います。イエーイ。はい、キャラはね毎回自由に決めていいですからね、お願いします。クレジット入ってます、大丈夫？はい、ちなみになんか隠しキャラのなんか草薙ってやつと、あとなんか千鶴って、千鶴は普通だね、千鶴ってやつがいるらしいですよ。あ、来ましたね、 1P 側、微分 2P 側、弓道、弓道くんが出したのは草薙ですね。だよね、これ、あ、これも隠してるらしいですよ。さあ、ここはね、先ほどの時代に、ね、配信見てた方は分かると思いますけどもね、あのギャル担当大臣の弓道くんがウィップがやはり好みだということが分かったということが、俺の中で唯一今日この大会をやって良かった点になるんじゃないかと思っておりますけども、ギャル担当大臣だったらマリンじゃねえかっていう話もある。いや、あのちょっとね、若干色黒がいいですね。あの弓道くんに対してね、あのファンレターとか、あの、AV の贈り物したい方、あのアスカキララの AV を送ってください。あ、弓道くんはアスカキララ、アスカキララです。はい、日本さんは誰ですか、 AV 女優。佐山愛、佐山知らない、佐山悟しか知りません。佐山悟は、石鹸刀ですね、シューティングですね。なんでしょう、初代タイガーマスクか、どうでもいいんだよその話は。まあね、あのワピガー微分さんもね、あの今回あのキュアマリンが参戦してるということで、なんとついにも実質プリキュアオールスターズだと言ってましたからね、バカですよ。微分さんが、これはキュアダイモンですね、マリンがいるっつうね、ダイモンをリーダーにするっていうね。あ、ちなみにこの青いゲージのやつがリーダーということで、専用のリーダー超必殺技が使えるということになっています。あとは知りません、リーダーの利点とか分かりません。リーダーが負けたら負けとかあるのということはないのね。あ、来ましたね、魂ってのはいいか、あれなんでこんなに微分さん超強くない、どうしたの、こんなに圧倒的になってるのか。そしてこのゲーム時間がないんですね。あ、いいですね、この温まる声いいですね。さあ今回、チョイボーニアを背景キャラに格下げということで、チョイボーニアの担当の代わりにこのキュアマリンが登場。最後は投げが通る、勝ったのは微分。ズルしてないもん、先生堂々だもん、ね。はい、第0回戦、じゃあ第2試合いきましょう、タワラ対周平お願いします。いや、微分さんさすがですね、プリキュア強いね。あれ、これあれなのかな、ん、言語選べねえのか、言語、ああスパニッシュとか選べないのね。はい、行きましょう、 1P 側が、周平ですね、 2P 側が田原、お願いします。お願いします。あ、クリッツは入ってない、ひょっとして。あ、そうだね、ごめん。はい、お願いします。ちなみにこの基盤、
この基盤、はい、この基盤は日本で一般的に流通されている一枚基盤ではなく、あの、ネズオのカートリッジの方なので。ああ、なるほどね、ええ、普通のあれだな、SVC カオスと一緒のやつなんだ、元は。元は SVC カオスと一緒、はいはい、メタスラ5と一緒。でもなぜか手に入れた海外版のロムということで、海外版の地味にちょっと貴重というか珍しいレアものですね。さあ行きましょう、ダイモン。そしたら英語版だったっていう。なるほどね、ええ、周平君の3人であれなんて読むの？T120C って何？あれ？あれ？あ、そうだ、グリフォンマスクだ。何 T120C って何？ T1000 サミュレーター T1000? T-I-Z-O-C じゃねえのか。あ、T-Z-O、わかんない。あ、なんかグリフォンマスクがダメだったんだよ、あの、海外。なんで？まああれ、ガロンがタルバイになるみたいな、そんなよくわからないあれで、大阪人大好き、中間に厳しい文化で、中間に厳しい文化なんで。そういうことなのね、イギリス海軍は日本軍に羊を送るみたいな、そういうね、そういうね、痛くなったら食料にもなるし、いいよみたいな、どうでもいい話。地族いやいや、あ、なに今の怪しい。お、あー、地族バスターからの落としていく。あれはいわゆるリーダー商品なのかな。じゃあ何も知らないでやってますけどね。パンパンパンと青いかな。でもなんか T120C の方が多いっすよね。T120C じゃないじゃん。T120C で。あのジャフィスハリケーン決めていく。一気にこのリーダーダイモンの体力奪われていくな。結構単発のダメージ意外と高めなんだな、やっぱこういうシステムだからか。さあ、うまい。クワサイが入らなかった。飛び回るダイモン捕らえられるか。さあ奪って、ダイモンの蹴りが待っていた。勝ったのはシュヘイ。どうしてリーダーがグリフォンマスクだったんだろう。じゃあドグー対ヨミお願いします。まあ海外ね結構あの判権文化なんで、あの、うん、なんかで取られてると使いづらいっていうのは。ああ、ビホールダー使っちゃダメです。土下座門問題。土下座門問題、なるほど。はい、じゃあ次が、え、あ、土偶対ヨミ。ヨミさんいた、ヨミさん。あ、いたいた。なるほどね、いろいろ難しいんですね。さあ行きましょう。 1P 側土偶、そして 2P 側ヨミ、お願いします。チズールはいない。チズール、あれ、マキって使えないんだっけ。マキは使えないらしい、なんかボスで超強いらしい。いやさっき俺初めて知って、確かにオープニングにね、千鶴が2人いるなと思ったら、なんか双子のお姉さんがいたということで、そして名前はマキ、まあ、そういう名前なんだったら、千の鶴に万の亀、そんな名前つけちゃやばいだろうっていう。万亀ですよ、万亀ですよ。おいおいおい、小学校の頃いじめられますよね、そんなの。いやもう、とんでもないエロ同人のもう罠に落ちてしまいます。大変な女です。もう夜の青いもの3発使っちゃいますからね。大変な女です。おいおい、マキここはどうなってんだみたいな。鏡の前でね、本当の私が見えるってやられたら、くだらねえな、本当に。やだ、本当の私見ないで、くだらないことばっかり言ってんじゃないよ。おっと、じゃあ見ていきますよ。さあ、DD さんが押していく。まあ、矢とか鏡とかいろいろありましたからね。そうですね。まあね、当時これはいわゆる DD、ダイモン、デュオロが非常に強いと言われてました。まあ、起き上がりのね、投げのちょっと起き上がり待ってる側が何入っちゃう問題とかね、デュオロがなんか、エーパーではないけどちゃんと人くらいするよみたいな変なコンボとかいろいろあったと記憶していますけども、まあ、今更っていうかね、今やるとまたもうみんな忘れてますしね。もう完全新作といったものって十数年ぶりにやる方も多いと思います。前に仮で動かした時にはすごい稼働率を誇ったんですが、懐かしさでね、やっててね。その後ビッグボス、何これ今の、え、いいですよ。何ですか今、何ですかそれ、ハメですか。もっとやって、飛べる。俺だって飛べるんだよと。勝ったのはヨミさんですね。怪しいムーブいいですね、大感じです。
じゃあゼロ回戦、まだ続きます。地獄から来た安藤対カズ過去高梨。あーカズさんこれね、これはもう親父一つだったらもう多分安藤さんも足元にも及ばないんですけども、あ、触っちゃった。動かそうとしたらどっか触っちゃった。ごめんごめん。さあ行きましょう。ワンピンゴアンド、ツーピンゴはカズ、学校高梨。はい、カズさん、この間の親父 S2 でもね、圧倒的な実力を持って優勝したという。いいですね。いや、どうでもないです。今度夏フェスにも期待がかかりますよ。もう夏フェス1週間切りましたね。本当だよね、8月11日ということで、もうね水曜ですからね、来れない人もいるかもしれないけど、あれこのドラマのビリーって強いですか、まあ、普通にはなんか揃ってそうですけどね、ビリーのポイントとしてはやっぱ棒に神経が通ってるかどうかですからね。はいていく、まあそうして、ワッピーがなんとなくないんだよ。安藤さんが、あ、アンティいなかったっけこのゲーム。アンティいないですかね。キング、ガト、ビリー、あ、珍しいですね。あ、そっか。あの T120C のせいでいないのか。アンティいないのか。あ、アンティいねえか、そういえば。あ、本当に本当にいない。いない。アンティ本当にいないの。本当にいないよ。実質いないではなくて、はい、本当にいないんだ。テリー上 120C。テリー上 120C。おーっと進め、出してくる。そうだ、だから安藤さん使わないじゃん。なるほどね。で、ギースとか千鶴もいないから消去法というか仕方なくこうなってしまう。あーっと、これでコンボ入っていくか。これ追加なし、裏向いてた。なにあれ、フラッシュもいけるのか。あー、小安やってくれ、小安、小安力を高めてくれ。うわー、最後はなんかわかんないけどいっぱい棒が出るやつ当たって、勝ったのは地獄からスタンド、おめでとう。じゃあ一回、ゼロ回戦最後、バスケ部隊ニコルお願いします。バスケ部隊ニコル、あ、惜しかったですねこれね。ちょっと隣近くにいたから、勝ち上がっていったらカズさん対バスケ部さんという対決だったんですけどね。あ、チキンはね、名前書いてなかったから勝手に書きました。前回も200円払って名前書きました。出てないの。もう一個の方も出んの、ゼロ2ユエンド。あ、じゃあ名前は書いて。三国演武が今、暑い。三国演武が今、暑いですね。はい、行きましょう。1P 側が、誰だあれ、ニコルか。新潟から、今日新潟から参戦。新潟からね。あ、ニコルさん。あ、ニコルさん。借りてかけって言ってんだろ。さあ、ワンピーがニコル、次がバスケ部。さあ、KOF 勢が解決していく。何今の、何今の。怪しいですね。あ、遊撃剣と言いながら足で蹴る。剣じゃない。遊撃剣、ここかかんなし。序盤なんか、微妙にこの、あれだよね。なんか動きがさ、滑らかじゃない、なんか抜けてるよね、間何枚か。これはさあ、ニコルのディオロンが動きの切ればいいか。さあ、ディオロンの何が強いか思い出させてくれ。あんまり覚えてない、何が強かったか。なんかダラシムっぽいのしか覚えてない。何、あの移動が強い。はいはいはい。あ、遠くであれで浮かしてあれで拾うとかやってたっけ。あ、そんなだそんなだ、なんかうっすら覚えてるぞ。さあ、サマソをかぶって、あー、ここで冷却が入っていく。素晴らしい、弱刻む。さあ、バスケ部、このゲームはやったことがないって言ってましたからね。休発力だけで今戦ってます。さあ、貴重なバスケ部さんの一足飛びじゃないやつ。あ、ここはどっちからの強パン拾って、クズ風強パン、クックハート決めていく。クズ風、あ、そうか、起き上がり確定。はいはい、あー、ちゃんとやってください。練習してください。練習する環境ねえよこのゲーム。さあ、あ、クックハーからの移動でクックハー
もう大丈夫なのこのゲーム。あーうるせえやって当てに取っていく。あっ、吹っ飛ばし間に合わない。あーディオラが死んだ。あとはもううざそうだ。予兆ダッシュ。突然こいつだけカップ S の世界からやってきた。あー当てに取れない。あ中断。ベノムストライクも足から出る。あー非常に下がった力が高い。そんでこれは浮かして強パン拾って、時間がなくてどっち、ワンピー勝利ということで、時間が若干短いね。あニコル勝利おめでとう。じゃあ1回戦いきましょう。無限対微分お願いします。いやもう1台シークワンだね。パパパッといきましょう。ババッとババッと。そうだね、また無限さんだね。あれこんな短かったっけ時間。相当短いね。 1.5 倍ぐらいあってもいいけど、もしくは減りが2倍ぐらいあれば良さそうだけど。まあデフォルト設定ということでね。まあ海外版だからデフォルトも不足みたいな話になってますけど、さあお互いダイモンが入ってる。なんかダイモンがやっぱり強いゲームなんですかね。さあ行きましょう。ビリーカン再び登場。あビリーカンはね何の気なく言っていますが、この強力においては非常に強いか非常に弱いか2択ということで、このゲームにおいてはどっち側に行ってるのか。さあじゃあ3択。あなんかおい無限さん知ってますねこれ。あ微分さんが処理される香りが漂ってきましたよこれ。あいいですよ無限さん。無限さんいいですね。そういうのは非常に新鮮で心象いいですね。あとはなんか A パとか決めてくださればいいですよ。微分さんうざいんだよさあうざいは褒め言葉なのか。やはりビリッチッチが強い。あ若干ビリガンも減ってますよね。おこれたまらず極まりに交代していく。さあさあうざさなら俺も待てねえぞと任せろ。ただ微分うざいだけで特にコンボとか知らないはずだから、ただうざいだけだ。どうする。あスズメ落としていく。さあキョパなんかパナしたけど届かないで、キョパめくりは見えている。舞台いく。さあパナして何が入る。あほとんど隙がない。さあのさあ、微分、スト水力のダッシュ投げでいけるのか。4番からの、何も入らない。さあ、強力らしからと言いましょうかね。連続技があまりない大展開。さあ、リオロンやってきた。はい、はい、決めて。浮かして拾って、どっち分かんない。さあ、攻め。うざさなら俺も負けてない。うざいキャラばっかりだな。さあ、こちら、ベニマル、再び登場。だが、体力がほとんどない。どこからか蹴られて。はい、はい、と決めて。どっち分かんない。裏裏の裏危ない。怪しいですね。さあよくわかんない。天使返しは食らうんだろうと。ジャックジャック決めて蹴り上げる。蹴り上げて怪しいなこのキャラ。さあ蹴って蹴って、あいい、蹴って蹴ってもっと蹴って。さあいい位置が。さあ時間もない。どうする。何何それ何。あ何何それ分かんない分かんないけど、なんか結構判定どころで、ね、勝ったら無限おめでとう。じゃあウルバリン対不思議派遣お願いします。あれは何、幽霊使いなのディオロン君は。なんか何なのあれ。まあそういうことに、そういう感じ、じゃあ実際妖怪道中期ですねあれはね。はい行きましょう。 1P 側不思議派遣、 2P 側ウルバリン。あれですね、微分さん最近勝ち目ないと思ったら自殺を走りますね。そうですよ、いつだったかの、天草とか、天草の自殺あれね、サムゼロとかで自決して死ぬっていう、あーっていうのが自殺しましたからさあ、ライブ帰りの不思議派遣と、スピーカーがウルバリンですね。ホッキンさん見てますか。不思議派遣頑張ってますよ。見てねえよっていう。ワンちゃん見てるかも。ワンちゃん見てる。あの筋肉少女隊関係者の方いましたらね、高田の馬場です、味方まで来てくださいね来たらどうするんだよっていう。さあ、よいしょ。シェンっていうの、シェン、あいつシェンっていうの。シェン対量シェン、ウシェン、ウシェンム、シェンム。鈴木優さん見てますかって。見てないよ。だからシェンムー3もね、キックスターターなんか成功しちゃってますからね、出ちゃうかもしれないということ。あ、そうなの、出ちゃう、シェンムー3が出ちゃうってやつ、ね、選手ですね。
ショーパンからジョベース。いいですね。ちょっとお互い手探りな感じがいいですね。やっぱね、このゲームを10時さんに動かせる人っていないですよ。まあ、先ほどからね、あのニコルとあのモゲンがかなり怪しいですけど、なんとどこでやり込んでいたんだっていう動きしてますよね。もう正直で飛び回って非常に対空するみたいな、少し浮かしい感じで、そして追い打ちはなし。さあ、それ割って足から流液拳、やばいね、鼻からうどんみたいな感じだね、足から流液拳。あ、そう、お、なにこれ、波動勝利力が非常に高い、溜めてみたいな。お、なになになに、あのパンソイチ、追い打ち早すぎて使って、非常にサマソ速いですね。速いし隙もない。光ってからの光る。乱数調整か。あ、これ決まりましたね。さあ、あったのは次ハケ。一回使ってからみたいな。任務完了。ありがとうございました。じゃあ K 西対西川口テリー。K 西西川口テリーですよ。西が続く。K 西川口テリーです。高田のババババババルログみたいな感じでした。さあ行きましょう。 1P 側、西川口テリーですね。 2P 側天使。さあ今回はテリーがいるということでね、西川口テリーさん、テリー一回したいところって言って選ばないでしょ。あ、選んで、あれテリーだよね。帽子かぶってないです。あの、マークオブウルブステリーですね、あれはね。次から戻っちゃうんですよね。あ、はい、なんかダイモン、これはあれですね、ダイモンの双子の姉貴、兄貴みたいな感じ、同じ感じのやつもいましたけど、千鶴とマキを使ってると思いきやジョーとダイモンだったみたいな感じ。あれさ、これ2000に UM とかもそうだけどさ、ジョーとダイモンパッと分かんないなんて、ちっちゃされると分かんない。そう、なんかあ、ハチマキしてるこいつじゃねえみたいな感じ。それであれまで合わせたんですね。シンゴも髪型によってはわからないかもしれない。ハチマキしてたらわかんない。確かに確かに。もうトクラを使ってロージックしっかりレバイル前につないでいく。ここでジョーが登場。なんかこのジョーでかくない？気のせいかな。なんかでかいね。なんかでかくない、このジョー。なんかでかいね。縮尺おかしいよね。なんか今日が小さいのかな、なんだろう、なんかすげえでかく感じる。144分の1は100分の1くらい違う気がするんだけど、それぐらいの。一人だけね、キングオブファイターズ10人から参戦したみたいな感じだった。あ、なんかここでテリー登場。あ、でもリーダーじゃないんだ。これは普通だな、縮尺が。なんか超おかしいね。なんかでかいように見えた。気のせいかな、錯覚かな。実は同じだ。あーっと、これでいろいろテラブして地上からつないでいく。さあ残り一人のダイモン、ここで剣心踏ん張りたいところ。ここは何か漏れたか。飛ばしなるの。そうか、西川のステリーさんはイレブン、イレブンが一番やってるイレブン勢ということだから、これちょっと似てるかもしれないですね、イレブンとね。さあ、これ大吉はミスってしまう。2冠もない上からかぶせて勝ったのは西川口テリー、おめでとう。ほんじゃ周平対予策お願いします。ちなみに次が相原真希対ヨミです。準備しておいてください。はい、行きましょう。 1P 側周平、 2P 側が予策。予策千鶴出してよ。隠しキャラで出るらしいよ。リーダー一番最初、最初にリーダーセレクトって言ったじゃん。お前だからいい加減日本語聞こえるようになれよ。日本なんだよここ。英語ですよね、リーダーセレクト、リーダーセレクト。ああ、ああ、で誰、あ、キムリーダー、キムがリーダーなんですね。本当はダイモンにしたかったけど、速攻で返じゃねえよ。なんかみんなとりあえずダイモン使ってるからいいですね。こいつかなみたいな。パラシェ、宝逆がないんじゃない。あ、宝逆リーダーチョイスなの。あ、小逆か。あ、どんどん目まぐるしく入れ替わっていく。ダイモン、お前斜め上と強パーしか吹けねえじゃねえか、お前さっきから。お前どうやってんだそのダイモン。
周平、おっ決めていく。さあ、天地返し決めて、もう攻め、うわーと。さあ、ダイモン、ダイモン、ベニマル、T120C というチームですね。はい、上げり、上を取って、牽制からの、さあ、ジャッキーク、あと強いですね。さあ、ダイモンが、さあ、ここで、マイが登場。ここでチャンスはできない。こんな感じで前、さあ、非常にスピーディーな展開、前出していただきですね。さあ、上からと、うまいこと言いますが、適当にパナスで飛んでるだけなんですね、これ実はね。あー、ここで片手駒対空、なんとマニアックだ。後ろを取られた UM です。さあ、ここで投げっぽいの T120C が食らって、さあ、の T120 ジャンプからいけるのか。 T120 スープレックス決めたいところ、 T120 ウェーブ、 T120 ハリケーンあるのか。名前はグリフォンウェーブって言うんだね。今言ってなかった、 T120 ウェーブって言ってないよ。あ、蹴り上げ、ここは使って後ろから大キック、決まっていったか。あったのはシュウヘイ、おめでとう。じゃあ、相原真紀さん対ヨミさん、お願いします。いやー、なかなかね、久しぶりにこのゲームやる方が多数ということで、なんか、こんなかなみたいな感じだね、見ててね。いきましょう、1P 側相原真紀、2P 側ヨミ。マンカメ出して、マンカメ、マンカメはいねえって言ってんだろっていう。アテナになってた、隠しは失敗したんすか。さあ、 1P 側相原町、ああいますね、ユリ。あ、今のですね、さっき相原さんが、いや、これこういうシステムってことは脱がないですよね、相原町さん、ね、言ったんですよ、相原さん。そしたら、いや、脱がないんだけど、最初の3人が揃ってるシーンのユリちゃんが超可愛いんだよって俺にフンフン言いながらリスズしてましたね。めっちゃ鼻の穴広がってました。そんなにみたいな。まあ、確かに今可愛かったです。あのちょっとね、って感じ。振りかぶってる感じ。あ、行ってる間に、行ってる間にそのユリが処理されましたね。完全にはマスコットキャラクターなのにマスコット不在になりました。もうドアラのいないドラゴンみたいなもんですよ、これ。さあ、足払いやって。もう、あれだな、相原さんも多分諦めてたんだな、ユリで勝つことは。さあ、このシェンがね、暴れてますね、ヨミさんのね。シェンって、本当にこいつシェンって名前なの？普通の、日本版でもシェン。あ、本当にシェン。シェンなの？シェンらしいですよ。シェン、シェンプ。シェンプ。鈴木優。やっぱ鈴木優って名前が考えて問題になったんですかね。シェンウにしたみたいな。あ、何今の？蹴りから生で何が入った？大コバル？さあ、てな、このステージ衣装。どうなんだ？一体何歳なんだろう？これはシンデレラがある時には何系に属するんですか。これ何系なんですかね。シンデレラがある時にパッションかな。でもなんかキュートかな。キャラがね、キュートっぽいような気がする。キャラがキュート、クールじゃないもんね。なんかね、キュートってこうあれだよね、こうなんかね、嫌な感じだよね。キュート勢に怒られるよ。なんか腹黒い感じがする。序盤危ない、残り少し踏ん張る。さあ、ここでパッションのアテラが投げられる。さあ、時間がないぞ。あ、止まるの、あ、止まんないよね。さあ、ここでデスバレーボーム、どやー。いや、体力巻いてるよ。あー、もう一回あるよ、時間がないけどあるよ。あーっちゃー、いやー、それはデスバレーボームだ。どやってるけど時間あって、時間がないって。さあ、あったのは読み、おめでとう。ダイボンが見つからなかったんだ。じゃあチキン対レシオ、お願いします。ちなみに満場一でパッションでしたね、コメントは。パッション、キュアパッションですね。なんかあのブリブリ感がね、キュートに見えてしょうがないけど。あ、なるほどね、ブリブリザイモンがね、あの作ってる感じがね。はい、ワンピー側、動物カルタ勢の、チキンですね。2P 側が障害勢のレシオ。
動物カルタと処理どっちが強いのか運命の対決。動物カルタ。いやチキンはね今日この元気が出る教育大会に出るたびにね動物カルタを打っちゃってきましたからね。メイクを死に入れても参加しなきゃ。分かんない、チキンが精神を削られる遊び、闇のゲームです多分。何動物千年パズルとかかけてるのこれ。ミーのシマウマはここでーすとか多分言うだと思うよ俺の想像だけど。まあディオロンなんでチキンはディオロンが若干仕上がってるんですか、絶対やってないのに。いいですよこのディオロン大門何がしみたいな、あのステップレート。あーいいですね、もうチキンなかなか分かってますね。チキンこう見えてもね攻撃に某手泳ぎで出てますからね。らしいよ。あ、出てるんだ、出てるチキン。あ、出てるんだ。2003かな。13奇抜越しに予選通った、いいですね。全国の頑張っても予選通らなかった方は聞けますから、暇つぶしに通ったやつ。じゃあ東京ゲームショーで俺と会ってたわけだ。あーしょうがない、足場入ってからあれだ、大外張りだな。ここで点手返し、上空からゴルスか決めていく。さあここを蹴り飛ばして、あーディオロにチェンジ。メッシュは結構マリー好きだよね、2000でもマリー使ってる。マリーみたいな AV 女優が好きなのかな、レシオ君は。金髪が好きなの。金髪、あ、金髪殺到大金。あ、レシオ君も結構あのキャバクラ勢という噂が、ね、ありますからね。ピンサロ勢、ピンサロ勢だったということでね。全国のピンサロ城の皆さん見てますか、レシオ君が言ったらね、サービスしたんで。あー、大屈伸決めて、減らせ。そして、サービオロン、押したか、ここで怪しい感じで、クラス入って、残り時間がない。いけるか、大門をまず倒したいところ。球を取っていく、あー、大キックの壁が厚い。勝ったのはチキン、おめでとう。あんじゃあ、マグロ対地獄から来た安藤、お願いします。弟子生まれて初めてか。マグロ対安藤の次はニコル対慎吾です。お願いしますね、準備しておいてください。インサロ担当大臣だった慎吾。インサロ担当大臣、インサロ担当大臣、レシオ君、その件に関しましては、秘書とやったことみたいな、秘書とやっちゃうみたいな。それイメクラです。イメクラです、イメクラです。ちなみにあのノーフューチャーのサポートメンバーであるおじさまはコスプレ担当大臣。コスプレ担当大臣どうでもいいですね。マグロさんがワンピー、あ、マグロさんがワンピーです。今の流れでマグロワンピーってちょっとあれですね。あれですよ、まあ、バーチャプレイヤーに加藤隆 VS マグロ女っていう人がいましたけどね。バーチャーズバカしかいないよ、ね、あえて言いますけど、しかもあのジャッキー使いで上から数えた方が早いっていう。強いってのがやばい、強いんですよ。もう安藤さんもね、かなりやっぱ、また仕上がっている、いけるか、チーム同期、お、ここで下がってる力が高い、上人打ち分けで、あ、来ましたね、パッションのアテナ、ここで上タイガーで落としていく、お、詳細、詳細、パッションの鏡、鏡の前で、あるのか、最後、ソード、下がった、球体を使った、足場で転ばして、裏から、最後ボール、最後ボール、弾速速いな。デノムストライクも足から出る、このキック浮かして、おお危ねえ、拾えるかと思っちゃった。そしてガートーが登場、リーダーですね、4番からここ入らない、決め打ってここかかった何、4番入って足払い刻むダウン、そして出てくる信号受け肥やす、あるのか、闇の白い狩人のがいけるのか、黒い獣の足を枯れるのか、やってくれ、さしずめ火消しの風なのかお前は、あーっと走ってきて、かけ放り、ガードしたら何もない、ジャパン反則、あーガトーがなんか一緒に出てゲージを貯めて放していくか、これはガード反則、何もない、時間もない、ほんと時間ねえゲームだな。ガトーを倒して、そしてビリー体力ほぼ満タン、しかしてまだあるのか、かけ放りからの反撃なし、ジャパンから投げ通す、まだあるのか、いけるのか、さすがに厳しいか、2段入って
ここはバックジャンプ強パン、さすがに時間もなかった。勝ったのは安藤、おめでとう。じゃあニコル対シンゴお願いします。小安力しか言ってない。小安力で、小安に頼る実況。しょうがないじゃん、シンゴとかのことは知らないけど小安のことは少し知ってるんだ。あ、これじゃない、漫画名が出てこないですね。こやつね、こやつのことしか言ってなかったけど、オープニング大張りまさみぐらいしか覚えてないですよ、大体あのこやつのキャラが仲間で出てきたら危ないです。後半裏切ります。あ、危ないですね、大体裏切ります。はい、はい、よしょ、ワンピーガーニコル、ツーピーマーシンゴ磨いたのはファーレンハイ5くらいですかね。くらいかな。ああ今丘の上からやってますね、丘の上から。あ、これはウイスウイス、何や突っ込まれてんじゃねえ、何やってんの、やめろ。このまま時間切れまで行くかと思ったら行かねえのかよ。オフライン行くのやめてください。あーあーあー、やめろやめろ、もっとやれもっとやれ。あー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 、ニコルさん煽るんじゃないよ、若干煽るんじゃない。あ、また継続、継続です、継続です。レイちゃん、もう一回はめるぞ、あるぞ。あはあ、交代しても地獄。煽るんじゃないよ、だから若干煽るんじゃないからの、あはは、継続、レンちゃん、レンちゃんです。システムに愛された空中浮遊となっております。ハイサラ1000円で、あ、やめてください、実質100ヒットオーバーやめてください。煽るんじゃないそれ、若干入れ、距離関係ねえだろそれ。あ、やりたかっただけ。勝ったのはニコル。ご心配なく、急所は外してます。いや、新潟勢の可愛がりにあったね、新潟、そういうとこなんでね、新潟ね。じゃあ行きましょう、無限大不思議派遣お願いします。元気が出るね、いいね、いいゲームだね。そしてあの KOF 開発者の方は本当にいい加減浮遊のバグを直せよ、だからなんで毎回浮くんだよ、バカ。もっとやって。いや、いいですよ、いいですよ、ええ、非常にいいですよ。ワンピーガーが無限で、ツーピーガーが不思議派遣と、いや、いいですね、面白いな、このゲーム。あ、ジョン強かったんやね、すごいね、いいね。でさ、他のやつってさ、1ラウンド取って終わりじゃまた浮かれていないじゃん、これ交代してもまたまだ浮いてる。バーって言って、ペン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 、おい、なんだよ、この人生、ハメかっつって。なんでお前もそこに飛び込んでいくんだよっていう。熱いよね。はい、行きましょう。無限のビリー、先ほどね、ビームさん処理していましたけども。はい、次、新派遣。あ、ビリーが寄せつけないが、このシェンがどうにか近づきたいという展開ですね。いかにもビリーらしいといったところが。あ、ジャックパン、ジャックパンがね、非常に強いですね。あ、ちょっと神経通ってますね、まだね。ここで離していたら、ここは通り過ぎてしまう。まあ、シェンがリーダーですので、結構体力減らされてますね。さあ、ここで、ボコボコボコ、おっと、ジャパン入って。結構だから、あれだね、単発威力自体は高い感じ。おっと、ここで、後ろから入って。はい、コンボで。あ、これ、今怪しいのやろうとしましたね。あ、兄さん、ちょっと惜しかった。見たかったところですね。まだデュオロンの真の闇は見せていないといったところか。具体として、あ、リフトすんだ。なに、崩して、はいはい、怖いからの、おっと、糖質つないで、さらに、なに、地獄極楽、これはもしかしていったのか、そこには減らねえか、はいはいからの、あ、おお、いったんだ、行くんだ、そんなにいかねえかなと思って、行きましたね、さすがダイモン。あ、リーダー超引ったのかな、あれが。さあ、ローキック一戦、そして再びビリーカン登場、はい、スムースに当て、グラグ、どうにかこれで何殺したいところ、前には入れない。さあ、非常にね、クレバーですね。さあ、チョックチョック、ファイク、ワイチ、序盤、空対して、ここでデュオロン、何なかったな、スカル。さあ、デュオロン、うまいこと前をキープして遠征続けていく、時間がない、体力はほぼ五分なのか、どちら勝つかわからないぞ。若干には無限が勝っているが、ここで何を回避していく、ここで何、いかな
い、いけなかった。何通す、これはあるぞ。逆転して君はみあるのか。はい、はいが入って、どっちだ、時間がわからない。残りなーに、なーに、これでどっち勝ったのは、あれ、あー、ちょっとやね、2さんが勝利と。はい、ありがとうございました。ギリギリの勝負でしたね。じゃあ西川口テリー対周平お願いします。今結構分かんなかったの、どっちが勝ってるか。みんなバーってしてあの死神みたいな狩猟に突っ込んでいく。はい、行きましょう。ワンピーが周平、ツーピーが西川口テリー。漫画目の出番がないの、キズル弱いのかな。さてさて、あ、いいですね、ピー確認していますね。さあ、大門対京、3位京ですね。さあ、リリキックからの京パンは入ったか、何もない。浮かしの流れてほしい、浮かして、ここは拾わない、スマッシュ投げ。この辺非常に切り替えがいいですね。だからここ落としていく。さあ、そして感覚がない京パンはスカル、大きく。さあ、大門若干動きがね、もっさりした感じなんでしょうかね。ここで交代してベニバルが出てくる。ここに雪引っかかって、なかなか捉えられないですね。うまいこと捉えて、コンボに行きたい周平だが、そうはさせない西川口テリー。ここにから、ここは大きく、だから相手がここは嫌げとかない。やかしめの仕掛け、片手駒からの1つ目、大きく、あ、間合いが非常にいいですね。足払い透かしてから大きく、非常にこう手を振る足からのというんでしょうか、まあ、相方みたいな感じですね。しっかりサナギルマイツ内で、なんか若干見せてるのか、どこだ、コンボがいけそうでいけないこのテリー。さあ、西川一人ね、普段のゲームで生きているコンボ精度を見せたいところだが、周辺がなかなかそれをさせてくれない。さあ、じゃあピック出てきた。さあ、リーダーとして設定したイオリ、ほぼ体力満タン。対する周平もリーダーで応戦、 T120 周ですね。フッフッハート決めて、からの鬼焼きまで入る。闇割れか、あって、さあ T120 ウェーブから若干特定、若干、さあ非常にスピーディー近づきたいが、ここで決めていく。急なの最後でオロチを縛りつつあれですね。さあ若干ここで削りダウン、最期の死体に近づいて、あと時間かかっている、時間稼いで、あー、一瞬周平浮いたのかと思ったよ、そんなことはなかったですね。さあ、勝ったのは西川シェリー、おめでとう。なんでみんなできるの。じゃあ、ヨミ対チキンお願いします。次が準決勝、今ベスト8、ベスト8第3試合ですね。次が安藤さんとニコルさんなんで準備しておいてください。はい、行きましょう。ワンピン側は読み、ツーピン側はチキン。クレジットがない。あ、じゃあ自腹でお願いします。自腹ありがとうございます。ありがとうございます。イオリ、なんてシェン、イオリシェンム K ダッシュ、ダイモン、ダイモン、時間ないよこれ、あんまりもう3秒しかないからね、今の。ダイモンデュオロン、イオリ、なんかチキンが使ってるってことは強いんだろうなって安心してるよね。どうせフェアさんも同じようなチーム使うんだよ。からの、浮かして、次デュオロンの30ヒットやってよ。フーフーハーレ、もうどの教育でも大体見るね、イオリもね。からの入れ替わって、カレーダイモンが来て、さあ、ヒット。今日、キックを切る。非常にジャンプ強いキックね、判定強くていいですね。さあ、ここ、おーっと、ふとしからの、ふとし応戦。見てから余裕でした。なぜチン知っているんだ、あ、なになになに、怪しいよ。ここはガーキャンキを切って、一気に前を詰めていく。なぜチキンできるんだ、だから4もなぜできるんだ、
みんなどこでやってんのかみたいな。よし、拾って。ここでタクシーに天使返しが待っている。天使返しは余裕です。あ、今のあれですね。あ、これあの三国演武の長寿の技ですね。からのさあ、シェーンは何をするか。シェーンゆっくりと行くのか。飛ばしからのあ、イン中ウーして何やくずかずからの強パンフースーパー当てで決めて、ここ持っていく。なんだ怪しい、何か上を取ってやりたいが、ガードが硬いチキン。そしてここで入るランバザあんま減らねえな。昇竜対空ここでさあ、あっても一瞬でした。ケイダ写真でいく。はい、今日今日しっかりつなぐコンボ完走して勝ったのはチキン、おめでとう。ほんじゃ安藤対ニコルお願いします。やっぱ動物カルタ勢は違うな。動物カルタってリーダーセレクト、メンバーセレクト、メンバーセレクト。はい、行きましょう。 1P 側はニコル、 2P 側が安藤。なるほどね。オーダーセレクト。さあ、まずはガートを対キングか。さあ、先ほどのなんかいいゲームが打って変わってまた普通に強い竜巻にしていくのか、ニコル。アイスランド、あ、シャキオパン対空耐えれますね。待って、さあ、ここはキオパン間に合わない。バッカンの何を入れていく。下段階がダブルストライクが飛ばれてしまう。フルコン入って、フーハーから近いの3段目割っていく。あ、この残り1ドットの金が硬いが、ここで強縮刺さる。ぶつかぜからのうっとばし、そしてガトーにチェンジして、ここはコンボ途中で見せてしまった。完走できない。そしてこちらもコンボやり返す。じゃあガトーつないでダッシュアッパン、ダッシュアッパンの刻みいいですねこれね。さあ、弱刻んで的を割りつく。非常にガトーらしい攻め、お互いここは感覚なし。よりから攻めて、あ、最後3発目割って、ここは上見えているからの入れ替わって、ジョン君、ジョン君ってジョンじゃなくてジュンって書くの、ジュン君なの。で、聞く。あーとビリーがここでつないでいったがキャンセルはなし。また浮いてしまうのか。ここで当て身見せていく。さすがのアンド、この当て身力爪は飛んでいない。ドーッと守りジャンプ強キック、返して、まとまりして、ここでくずかずから何もなし、痛恨のミス。さあ、再びガトー出てくる。残り時間12秒。体力リードしてるのはニコル側、ここです。さあ、セスコン蹴って、ガトー、どうやら上を取っていく。カットラーニコル、いや、非常にハイレベルな戦いでしたね。ありがとうございました。ニコル強いな。じゃあ準決勝いきましょう。第1試合、無限対西川口テリー、 お願いします。さあ行きましょう。 1P 側無限、 2P 側西川口テリー。ただ無限さんはどの KOF も結構仕上がってる印象がありますね。どこでやってるんですかね。いや、そして一方ね、テリーを使えばどんなゲームも仕上がっていると。西川口テリー大きくコンボ決めて、さあ、ここは半角、非常にこの B のジャックパン長い、安定してますね。蹴り自体は少ないですけども、入る期間が非常に多いといったところでしょうか。あ、ジャックパン、ジャックパン。続いて、大にやき割っていく。落ち攻めはできない。歩いていく。合わせ。落ち攻め。何切り替える。だから、ここは親しい。割って。ダメだと。ガーキャン割って。大きい強パン。浮かせない。70星つながらない。連携。ここでガードしている。ガーキャン飛ばし。おかげだ。見えていた。さあ、ディオロを取られるか、テリー。浮かして。あ、この、
さあ、より一気に勝ちに追い詰めていく。パワーダンクも決めて、下段が見えている。ジャンプしか普通じゃない。だからしっかりコンボ、なんでできるの。さあ、自分も分からない。逆に出ていた。一気に体力、ここでバスタルドを途中ぐらい。ジャンプを作らないな。クラック見てから切り返し。再びビリーが出てくる。コンビネーションで最後割っていった。残り1人となったより、ここで逆三角ってあるのか。まずはビリーを倒していく。そして出てくるリオロン。どういうタイプ。ここは食らってしまうが、次にあっと回復したが間に合わないか。フルコンして、ここでさあ、まずリオロンを倒したい。ダイモンが出てくる。そういえばもう1人いましたねと。大キック決める。いや、仕上がってる。まあ、無限、勝利して決勝進出ですね。さあ、じゃあ準決勝第1試合でチキン対ニコル。はい、お願いします。あ、向こうの K ダッシュまたね、ちょっとね、いろいろありそうだからね。まあね、教育のね、K ダッシュってキャラはね、あの三国演武の張飛から技をパクったことで有名ですからね。はい、行きましょう。ワンピガーニコル、ツーピガーチキン。お、ここでマリンを入れてきた。ひなこか、似てるんだよ。さっきも俺言ってたけど、あ、ひなこだ。まずあとでマリンとして大きめしっかりガード見てる。ここもガードして、あ、裏に回ってしまった。これは狙っていったのか。ひなこでコンボ決めたいが、そうさせてくれない。ダイモン、ここはミスだが、逃げ出し。上から固めて割っていく。ティオロンが、はいはい、ホワイト。ここで追撃はなし。はいはいはいと。ひなこの力を出したい。崩してからの、崩して、あーと、あ、なるほどね、そういう若干のハメね。はいはい、あの決めて、落ち攻め逃がさない。ここでたまらずガーちゃん後ろに引っ込んで、ダイモが出てくる。走っていって手印、どうせ止まりか。それで決めて、ここで生交代からのイオリ。え、何今の無敵あんの。さあ、切り替わって、はいはい、決めてからな。あ、普通にかっこいいですね。決めていく。ここでガーちゃんしたか。若干しか間に合う。非常に速い、隙のない。このやりたい放題のベニマル止められるか。サンダゲリー、あっという間にイオリが倒される。さあ、ディオロン裏に回った。コンボいってからの、さあ、ここで次に切りたい。相打ちになって、ここでダイモン1人。さあ、ベニマルを止められるのか。チキンニコルの、あー、いった。はいはいはい、なんで相手側まで来るんだよ。突っ張りで来るんじゃないよ。死ぬまででもねえだろ。ふざけんじゃねえと。さあ、ガトーで決めていく。足払いやって、ここでもう一回足払い。さあ、時間もないぞ。アコンも決めていく。勝ったのはニコル、決勝進出。あおられた。はい、じゃあ、あっという間ですかね。決勝戦いきましょうか。無限対ニコル、お願いします。調子入った瞬間、はい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 って後ろに急に来たね。バカだな、ほんと。はい、ということで、ね、元気が出る KOF 第2回のね、第2種目2003高い決勝戦始めたいと思います。ワンピー側が、ニコル、ツーピー側が無限。さあ、キャラね、ニコル側キャラ注目ですね。相手のキャラを見てから、これまたひなこですね。ひなこ、イオリ、ベニマルと。さあ、対する無限側はチーム同じダイモン、ディオロン、ビリー。始めよう。いいですね、チキン死んで。呪いかな。さあ、ベニマル対ビリーか。さあ、山パーソンに取っていくベニマルだが、ここで再び寄せつけない。このビリー手堅い立ち回り。目を取って裏回ったか。ここが見えてる。バックジャップダイパン非常に強いですね。スイープルジャンプジャックパンと使い分けて近寄らせない。攻めはいかないと。
じゃあたまらず交代、ひなこ後ろから怪しいぞ、まとわりつきたいな、ここで拒否られてしまう。さあビリの前か、まず行きたいひなこ、一気に行きたいな、ここで発撃、このジャックジャンプ速い軌道が見えている。何頭突き顔張りのやつ来たね。若干ここで合わせていったが、もうない後ろからゆるより、さあキョーパン8000速い、待て、さあクズカズからのキョーパン、ここでダウン、さあ押して出てくるディオロン、より止められるかこのディオロン。さあここで割っていく、しかしダイモンがコンボ、若干までだった。そしてこちらはコンボ、こちらはミスらない、何度やって張り手張り手、突っ張り大相撲決めていく、落ち攻めキョーパン、じゃからはいはいはいと決めてダウン、さらに落ち攻め継続、ここで割っていく、地獄極楽、これはいったでしょう。さあ倒して、さあ2回にまず1人ずつ殺すように追いつく、後ろから取って、ここは入らない、ヒヨロク再び、さあ残り時間が15秒となってきた。どっちだ今勝ってるの、どっちなんだ、分かりづれえなこれ。あと今で上回ってガードが非常に硬い、ここは割っていく、追撃大きく、このリードでかいか、さあいよりたい大門、ここでどうにか決めたいところ、大地区大地区牽制が強い、大地区上を見ている、吹き飛ばし追撃ができない、ここで大門倒す、大地区、さあここで2人残ったらちょっといけないかもしれないけども、ここで記念に来貢献あるのか、まだはい、これでいったか、わずかに届かない、優勝は無限、おめでとう。じゃあちょっと無限さんに一言いただこうかと思います。はい、元気が出る教育第2回のね、第2種目2003優勝の無限さんです、おめでとうございます。無限さんはやってるんですかこのゲーム、なんか結構すごい思い出した、ね、昔やってたんですけども、ほんと10年ぶり以上の前の対戦なんで、もう動きがひどいですね。なるほど、昔俺もっと動けたなみたいな。そうですね、A 級とか普通にできたんですけども、あ、A 級やっぱあるんですね、あるあるんですね、リオロンの最後からのずっとあるんですけど、できなくなっちゃいますね、もう10年やってないと無理ですね。あ、ちょっと見たかったですね、ちょっとね、元気出したかったところですけど、その代わりカナさんがあの空中浮遊見せてくれたんで、あれはだいぶ来てましたね、面白かったですねずっと浮いてるってあれ来てましたね、非常にエグかったですけども、いやーそうか、じゃあ2003当時じゃかなりやり込んだということですね、その貯金でやってるという、思い出しながらやったということでね、まあこのゲームの大会もう今後30年くらい行われないと思うんですけども最後の大会にね優勝ということでね、どうですか全国の2003に向けて何か熱いメッセージとかあれば。2003じゃないですけど、今14とか新しいの出るんですけど、ね、やっぱりでもこういうふざけたゲームもやっぱり楽しいと思うのでぜひ皆さんやってほしいと思ってます。そうですね、たまにはふざけたゲームもいいんじゃないかと思って、ね、ものすごくいいと思います。こういうもう96も2003も、ね、こういうのもいいということで、ね、次回ぜひ13の無印とかもぶっ壊れ要素が取りなんで、本当やりたいんですよ、やりたいですね、あれやったらもうこのイベント終了しようかと思ってて。そうなんですか。あ、ないんですよね無印、ぜひやりたい。そうですね、自分も昔池袋で数年前に見かけましたけど、もうなくなっちゃいましたね。え、無印あったんですか。あったんですけど、でも何ヶ月かしたらすぐにやっぱなくなっちゃいました。あれやりた、あのね、たくまがゲージ関係なしに冷えちゃって打ってきたりね。そうですね、やってくるやつですね、まあ、浮いたら死んじゃう、あの、なんかビッグベアじゃなくてライデンとかね、あのまた見たいですよね、あれ ね、ああいうバカなんでやりたいですけどね。じゃあそれをやるまでちょっと突っ走りたいと思いますので、よろしくお願いしま す。はい、じゃあ改めて優勝したムニエさんでした、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね、残すところ第3種目ね、最終種目の 02UM のみとなってまいりました、ね、2種目終わりましたけどもね、熱い戦いですね、みんなどこでやってたんでしょうね、本当にね、当時ね、どんだけやってたか伺い知れる内容でしたけども、はい、ということで、じゃあ第2種目の2003以上終了ということで、ありがとうございました。